今年の三が日は天候にも恵まれたこともあり伊勢神宮へ訪れた人は内宮と外宮合わせて37万7011人で去年と同様のにぎわいとなりましたまた二見置玉神社へは去年より8000人余り多い14万1040人が参拝しました鈴木市長は引き続きインバウンド客の取り込みにも力を入れたいと話しました また前回の式年遷宮から10年が経ち、次の式年遷宮に向けて来月11日に置き引き行事の準備委員会を設置することを発表しました。前回より1年前倒しで準備を進め、置き引き行事への機運を高めていくということです。